が働いている場所か。早いところこの書類を届けてやらないとな。大切な書類を家に忘れるなんて意外とおちょこちょいなんだね。テレビ局で働いてるから忙しくて忘れっぽくなってるんだよ。家に帰っても飯食って寝てすぐに会社に戻るみたいだし。ヤマト、ずっと気になってたんだけど、そのこれか。家を出る前に親父の弁当を作ったんだよ。すごいね。お父さんきっと喜んでくれるよ。そうだといいけど。さあ行こう。俺から離れるなよ。なんて何もない。ヤマト、こいつ荷物。私を食う。いい匂いがする。うまそうだ。スドモン、任せて。そっちは大丈夫だった？書類の方は無事だったけど、弁当の家事物のせいで中身がぐちゃぐちゃだ。書類が無事だったらそれでいいよ。遅くなっちまった。急ごう。ヤマト、
悪かったな、ヤマト。大切な書類ってこれだろ。これだこれだ。ところでお前、ぬいぐるみなんか持ち歩いてるのか。ああ、これか。いや、タケルへのお土産だよ。そうか、タケルのやつは元気か。忙しくてなかなか会えないんだが。ああ、元気だったよ。ああ、それよかった。じゃ、仕事に戻るよ。親父、どうした。これ、弁当作ったんだ。転んじゃってぐちゃぐちゃだけど。ありがとう。ちょうど腹が減ってたんだ。見た目は悪いけど大丈夫かな。お前の料理の腕前は俺が一番よく知ってるさ。そうか、じゃあ俺帰るよ。ヤマト。ん、なんだい親父。いつも家事をやってもらって悪いな。今度の休みは俺も手伝うよ。ああ、期待しないで待ってるよ。今夜も泊まりだから戸締まりには気をつけろよ。分かってるって。ヤマト、お弁当喜んでくれたね。まあな。さあ帰ろうぜ。今日はお前が食いたいものを作ってやるよ。本当？